みんなのアルバイトブラスです。アリちゃんです。フリーザマリナです。どうしたの死ぬの、どうしたの、声ガッサガサ、ね、急になんでいやもう取り付いたんじゃない、なんかいやもう、ね、乾燥してんのよ。いやでもさっきあんま喋ってなかったから、たんたまっちゃった、声出したら絡まっちゃったよいやいいよ人間味があって、ね、まあ、今日も引き続きアリオナさん来ていただいてるんですけども、実は最近2年半ぐらい前から個人で YouTube を始めて、うん、ほんでいろいろねロシアの話とかいろいろやってたけども、山の登るチャンネル作ったでしょ。作りました。登山専用の、うん、YouTube チャンネルで結構そっちもね人気になってて、うん、すごいよね。なんで急にそんな山登り始めた、なんか不幸でもあったん急に山登り始めたイメージ、山に逃げたくなった理由が、ね、急に山登り始めたイメージはね、まあでも確かに急だったかもしれないけど、とある場所に行ってそこでその山岳風景見て、ちょっと待って私どうして登らないの、登ろうって決めてで登り始めた、以上です。なんかきっかけとなる山があったん山っていうか場所はあった、はい、どこなんそれ、上高地、長野県の上高地という場所なんだけど、あそこはあの大丈夫、バスで行けるんで苦労しなくても一応よかったなんかねめっちゃ綺麗、とりあえずすごく綺麗 で、うん、で空気もすごい美味しくて、うん、下から見るのも綺麗なんだけど上から見るのもいいんじゃないと思って、本当に何だろうね、登らなきゃいけないって思って、なんかパワースポットみたいなあったんかな、あでもそうかもね、それか UFO が上飛んでてそれはないわ山に登れ、山にいきなり登り始める女の実験をしてるかも宇宙人がどうだろうな、でも山登りって言ったらちょっとこう、うん、なんか男性がよく登って、まあ、最近ね山があるっていうのも流行ってるとは聞くけど、リアルガチ山登りってもうちょっとやっぱり女性一人だと大変そうなイメージもあるんやけど、その辺どうな、女性でも楽しめる。そうだね、てか私ほとんど一人で行ってて、うん、逆にそれが良くて、なんでいいかというと、うんうん、きついことするからこそ自分のペースで行きたいじゃない、うん、友達もじゃ誘いました、うん、自分より早い友達いると自分が申し訳ないじゃん、なんか自分がなんでこんな遅いねみたいな、逆にあの初心者の友達連れていくと自分が本当にペースを下げても友達がそれでも後ろから私疲れたって行くからさ、なんかいやいやうざくはないんだけどうざいよそんな誰やデビューって思うよそれいやデビューじゃないなんかさ自分のペースで行くのがやっぱ楽しいね、一人で私って本当に例えば今日明日行こうって決めることも多くて、そうするとさ人誘えないし、あとは一人が楽っていうのもそうなんだけど、あんまり誘いたいとも思ってないんだよ。友達が連れて行ってって言ったら、あまあ行くかぐらいの感じで一緒に行くんだけど、この場所だけはこの友達と見たいっていう時あれば誘うんだけど、あとはなんか一人が一番楽なんだ、もともと一人が好きでっていうのも大きいかもしれない。チャンネル登録してね。例えばよ、うん、なんか山によってはもちろんもうすごく整備されてる山もあるけど、うんうん、あんまり整備されてない山とかもあって、どうしてもトイレ行きたいってなった時に、もうどこやったらその辺で立ちションとかしたら、もうそれヤグソよ、ヤグソノグソな言い方間違ってんでそういうのとかさ、トイレとか急にしたくなったとかっていう時とかどうすんの。だからヤグソよ、ノって言ってるノやノグソ言うね超つまらないよその回答、うん、でもガチ回答言うと、なんかね不思議なことに山行くとトイレ行けないって分かってると体もなんか我慢してくれるんだよね、苦労もせずに。そうなんや。トイレは、まあ、例えば 3,4 時間は使えないって分かると別に行きたくもなんないんだよね。あと汗もいっぱいかくから、うん、多分そんなになんか困ったことはあんまないんだよね。逆にトイレが近いところで困ったことある。要はめっちゃ行きたいのに、あと例えば地図見ると20分ぐらいだって。体多分勝手に分かってる。どうせトイレないから行きたくなってもしょうがないから我慢しろみたいな感じで。でトイレが近づくとめっちゃしたくならない。エレベーターとか。そうそう。なるよな。あもう。何や。アリオナのぐそ説ゼロや。ちょっと期待したのに。葉っぱと吹く話とか聞きたかった。ね、たったごめん今日なかったの。でも俺が今出てる番組の女子アナウンサーで大橋美穂って人がおるんだけど、その人が一人で泊まるっていうのもやんねん。山に行ってテント張って寝るっていう、すげえ怖。それはもうなんか葉っぱ使ってやっぱ拭いたりするとか、この葉っぱは使えるとか、そのこの葉っぱは使えへんとか、この葉っぱは痛いとか。だから今後ぜひな、泊まるっていうのもやってみてほしいなと思う。いや泊まったりはしてるよ。あ、してんの。泊まったりはしてるんだけど、その塾じゃないね、小屋だったりテント場で泊まるから普通にトイレもあるんだよね。野宿はちょっとさすがに一人で、野宿怖いよ、ね、蛇とか来そうじゃん。食事の匂いがするとクマ来たりもするしね。あ、そうなん、うん、クマ来たらどうしたらいいの。鈴鳴らしたらいいんじゃない。レレレレレレレってじゃない。でもクマって人間の気配を感じるとそこには行かへんらしいね。だから鈴を鳴らすらしいよな。
うん、だから鈴をな股にぶら下げて歩いていったら、まあ、あとはなんか逃げないのがいいらしくて、うん、あそう逃げると追っかけるから、うん、その後立つみたいな絶対逃げる気するもう逃げるよ多分ねクマ声を聞いて逃げるかも逆にびっくりしてるってなるから何回か見たよクマ嘘山登ってて、うん、普通に正直言って登山してるとみんな大体見るよあそういやクマ正直言って頭大丈夫なクマさんって人間に基本興味ないんで向こう向こうでめんどくさいやつおるなってしか思ってないんで、はい、それ見てやっぱなんかロシアを感じるいや感じないね感じないね見たことないもん向こうで逆に日本でしかクマ見たことないんでみんなのアルバイトじゃあまあそれだけね、まあ、クマ見かけるぐらいもいろんなとこに行ってるわけやん本当に九州以外はいるねいろいろ行ってるっていうことはおすすめみたいなあるいやそれは山ほどそれ聞きたいな、まあ、リョーナが勧める、うん、日本に住んでるんやったら絶対行くべきスポット五選五選五選ちゃうでびっくりしたそんなに聞いてない五選こう話すえじゃあなんかあります、はいいや、いっぱいあるんだけど、やっぱりね、普通山登りしない人から聞かれちゃうと、ちょっといろいろ考えちゃうじゃん。気を使うじゃんっていうか。まあ、だって普通とかいるんじゃないかとか、なんか俺ぶっちゃけね、景色っていうものに全く興味持てないタイプなのよ。まあ、俺子供の時から家の目の前姫路城やったからずっと、もうお城もずっと見てたし、なんかすごい建物とか見ても何にも感じなくて。お城を見すぎたんだよ。で、お城に限らず、なんかどこか外国に行ってこのスポット行ってみましょうとか、ディズニーランド行ってなんか見るとかって言っても写真で見たらいいしって思っちゃうのよ。なんか景色というものに感動をまだ覚えられてないから、うん、だからそれを覆させるようなのがあったらいいなって。なんか前もちょっと見たけど山登りみたいなのをして、なんか温泉みたいなのがあって勝手に入れるやつ。そう。でそこに入ってビール飲んではったから。それだったら感じることができるから。うん、でもそれやったらなんか二丁目でビール飲んだ方がいいかなって。イケメンと絶景ってイケメンよ。じゃあまずは第5位。なんか順位はつけてない。とりあえずここで順番で関係ないです。順番じゃなくてもこう5個。もうなんなら本当はもっとあるんやけども、はい、もう強いて言うならばっていう感じで。強いて言うならばやっぱり登らない人を想定して言いますね。まあ、ちょっと我々はね、はい、登りそうにないから。文句より割れそうだからさ、さ避けたんで。待ってやるよ。もう着いた頃にはもう挫折だくよ。あんた大嫌いだわってね。ねもう縁切るわって言われたくないからさ。いや行きやすくて。はい美しいとこ、はい、そうだからまずは上高地だねやっぱり綺麗やなこれはほんまにそうこれは多分秋の初めぐらいかな山の色からしてあ外国みたいやなアルプス山脈みたい な、うんなんかうん、日本アルプスだからここはそうあここ日本アルプスなんやそう北アルプス北アルプスやって、ちょっとこれいかんと、ね、これねバスで行けるんで新宿から直通出てるんで、爽やか新春号っていうバスがあるんでぜひご利用ください爽やか新春号爽やか新春春しか走ってんの長野別名の新春あ新春新春号、行きたい今の見てちょっといいなと思った今は閉鎖しててゴールデンウィークのちょっと前ぐらいから多分4月の中旬ぐらいからまた開通してやたらと情報が細かいはい細かいです今やってないんで、ね、今は徒歩で行くしかない 2,3 時間ぐらい歩いてトンネルを自分で越えて行ったことあるけど私は3時間も3時間も歩いてなんかね真っ暗トンネルをあのライトつけて照らしてすごいねいや面白かった一人だけど一人なのいや一人いや、まあ、いや歩いてるおじさんいっぱいいるんで山のおじさんの人優しいんで山のおじさん前もおじさんだし後ろもおじさんだし怖くないよ得してんななんか山のおかまが一人で行ってもさ山のおじさんは何も助けてくれへんやろ大変そうにしても何もないよ一人で来たんか日本語喋れるんかって言われるそうあれちゃん言ったら絶対言われる大丈夫みたいなえ私は言われへんの、まあ、可愛く困ってたら言われるかもしれないどうやって困るの可愛くちょっとお手本見してよなんか自然にできてるからさやってるやんっていうねやってないんだけどなんかよく本当にみんなからなんか焼き芋とかチョコもらったりするんだよね、いつも誰か何かくれるんで女性もくれるんだけど実は山で俺も欲しい焼き芋焼き芋この間もめっちゃうまかったんだけど焼き芋皮ごと食べたんあ皮ついてなかったね皮ついてなかった、うん、焼き芋なのに皮がついてなかったえついてなかった気がするどういうこと焼き芋が皮なし、ね、いやだから普通にパッケージに入った商品だったからあーなるほどそういうタイプこのワードあんまり話してるとちょっと下ネタにずっと聞こえます皮ついてない皮みたいなお芋とかないそ、まあ、それにちょっと持っていってしまった次行こうかはい続きましては富山県の立山室堂霊山でとりあえず神様がいる山ですごいんだけどとりあえず
なんかもっとこれも確かになんかすごい月と似てるけどな。すんごい綺麗なんだよね。綺麗。普通に、ね、富山県。南泰山って知ってる？南泰山知ってるよ。南泰山に行った時、友達がなんであれ南泰山って言うんやろって言われて言ったら見てみたいな。一番上の部分がちょっとだけこうなってるやろ。だからあれがひだみたいに見えるから南泰山っていう名前がついてるんでって言われて、それ知らんと、もういろんなところでそれ説明しとって、それ嘘ってめっちゃ今なんかいかにもやんか。でなんかそういうさ、エッチな場所ないの？エッチな山電車好きやろ？好きだよ。電車で一回行ってみてレポートしてみてほしいのが、愛知県やったかなにあるトコナメ駅ってとこがあんねん。ところなめる液体っていう、日本ではエッチが上手な人のことトコ上手って言うねんけど、そのトコとなめるやねん。そうやん、だからトコとなめる言うたやんか。あ、そうそう、トコとなめる、そう3番目のおすすめってカンペ出てるわ、はい、面白くないらしい。どう思う、あのスタッフどうやった？マニュアルに従って仕事してるんじゃない？マニュアルに従っている人って今ちょっとディスられましたよ。マニュアル通りね。いや違う、なんでもプランにもさいつも入れられてさ、もうプランプランもうほんまにちょっとプランに入れられてってどういうこと？何でもプランやで、全部全部プランやのに最後は全部投げつけられんねん、まあ、3番目のおすすめを聞いていくということで、はい、はい